皆さんこんにちは、カグラボチャンネルです。さあ今日はですね、夜の11時55分なんですが、7月といえば七夕っていうことで、マビック3 Pro でこのデカデカとしたこのカメラで天の川が撮れるかやってみたいと思います。と言ってもですね、飛行をしながら撮るわけではなく、カメラの性能を知るためにもドローンを置いたままの状態で天の川が撮れるかやっていきたいと思います。写真の撮影です。最後までご視聴よろしくお願いします。どのようにして撮ったら一番いいかいろいろ考えたところ、 Mavic 3 Pro ですね、このビデオ雲台の上に固定させて撮るのが一番良さそうです。さあこれで撮影していきたいと思います。さあそれではやっていきたいと思いますが、設定を変えていきます。カメラに変えました。でローで撮影4:3、はい、この辺の設定もこのままいきましょう。そしてはい、ここですね、まず ISO 感度は800で、そしてシャッタースピードは一番長い8秒で、開放の 2.8。 じゃあこれでまず1枚撮ってみましょう。いきます。はい、撮れたみたいですが、いかがでしょうか。まあ映ってはいるけど、ちょっと画角が下すぎたので上に上げてみましょう。もうちょっとカメラを上に上げます。これぐらいでやってみよう。オートフォーカスはあんまり気にしてなかったな。これフォーカスはどうなってんだ。オートになっちゃってますね。マニュアルにして、無限の位置でしょうか。ピントを合わせるの忘れてました。ピントこの辺でとりあえずやってみます。いきます。来ました。映ってますね。映ってるけど結構ノイジーでしょうか。これ JPEG でも一応撮っときましょう。両方ロー現像で、撮る分と撮って出しの状態両方撮りましょう。もうちょっと明るく撮りたいので ISO を、1600まで上げます。さあどうでしょう。 ISO 1600、あ、綺麗に映ってますね。やっぱ1600まで上げるとなかなか綺麗に映ってます。はっきり天の川が見えます。3200いきましょう。3200、もうちょっとね長い時間録音できればいいんですが、まあ飛行しながら8秒録音というのが限界なのかもしれないですね。先日長時間録音の撮影を試してみましたが、8秒録音やっても結構撮れてました。そちらの動画の方もぜひチェックしてみてください。それでは ISO を3200に上げて撮ってみます。さあどうでしょうか。もうここまで来たらほら、もうはっきり映ってますね。結構ノイズは乗っかってますが、天の川はくっきりと映ってます。少し赤みの色味も取れてるんじゃないですか。これ赤い感じの色味も取れてるように見えます。マックスの6400いきましょう。 ISO 6400の8秒録音 F2.8 いきます。結構取れてるんじゃないでしょうか。明るい。明るい。でもノイズが結構厳しいっぽいですね。ちょっと厳しいっぽい。じゃあ、3200でやってみましょう。3200がなんか今日のベストのように感じます。ローで現像する際にノイズ低減等を使えば結構抑えられるんじゃないかと思います。ISO 3200で今度少し画角を下げてみます。見てみます。ほら、案内灯っていうんですか、それが光ってます、緑に。はい、これ映りました。ちょっとやっぱノイジーかな。ローで現像で持ち上げるとして1600でも撮っておきます。1600、 ISO 800はちょっと厳しそうですね。はい、撮れました。一応素材はいろんなパターンで撮っておきたいと思います。ノイズの部分ではやっぱりこれぐらいが一番綺麗でしょうね。でローで撮ってるので、後で現像で持ち上げてみるのもいいかもしれません。ということでしっかりと映りました。見事です。Mavic 3でも試してみて、撮影できたので撮れないはずはないっていうのはもちろん確信してたんですが、どれぐらい綺麗に撮れるかということでこれぐらいの感じでした。なのでスマホよりは綺麗に撮れると思います。 iPhone とかそういったスマホよりは
圧倒的に綺麗に撮れるんじゃないでしょうか。というわけでいかがだったでしょうか。カメラの性能はもう十分かと思われますので、次回機会があったら飛ばしながら天の川撮影できるかやってみたいと思います。いつも皆さんのご視聴ありがとうございます。